ガーリチ・ボルイニ公国、ハール・イチ・ボルイーニ大公国は、1199年から1349年の間に、現在の西ウクライナを中心として存在した、流陸朝のルーシュ系国家である。正式名は、ルーシュ王国。ハール・イチ・ボルイーニ大公国は、ルーシュのハール・イチ公国とボルイーニ公国という二つ、公国の合併によって誕生した、新しい大公国であった。 13世紀の半ば、その大公国は、モンゴルの侵略を受けた、キエフの公庁の後継者となり、キエフルーシの政治、伝統、文化などを受け継いだ、主な国家となった。その国家は、ローマ教皇をはじめ、中世ヨーロッパの諸国の援助のもとに、反モンゴルの先人の役割を果たしていた。ハール・イチ・ボルイーニ大公国は、ルーシ系の諸公国の中で最も大きい公国の、 一つであった。その領土は、現在の西ウクライナ、西ベラルーシ、東ポーランド、北東ハンガリー、モルドバを含めていたが、政治的、経済的、文化的中心は、ボロディムイル、ハールイチそしてリビウという西ウクライナの3つの都市にあった。ハールイチボルイー2対抗国は中央、東ヨーロッパにおいて、活発な外交を展開した。 ローマ教皇やドイツ騎士団と友好な関係を保つ一方、領土拡大を目指していた隣国、ポーランド王国、ハンガリー王国、リトアニア大公国とモンゴル人のジョチウルスと攻防を繰り返していた。1245年にポーランド・ハンガリー両国と戦った際、大公国はジョチウルスの総資権を受け入れ属国化した。 ローマ教皇インノケンティウス4世は1253年になってこれを危機とみて大公に対し王として退官する許可を与えてジョチジウルスを牽制している。1256年に幕トが死去すると大公国はジョチジウルスの支配を逃れようと幾度か戦った。教皇は反モンゴル十字軍を呼びかけたがポーランド信仰やハンガリー信仰の記憶はまだ生々しく残っており、 応じる国王や大公などおらず、1259年に独立の試みは失敗している。そもそも、ポーランドやハンガリーは、大公国がモンゴルと合唱連行を繰り返し、長年にわたって彼らと敵対していたためすでにもはや信頼をしておらず、彼らは大公国の支援には全く消極的だった。1259年の2度目のモンゴル侵攻では、 ボレスワフ5世の領地であるクラクフやサンドミエシュが荒廃した。レーブ・ダヌイーロビチは1287年の野外による第三次ポーランド侵攻でハンガリー王国のザカルパッチャ地方を奪ってポーランド王国のルブリン州を占領、モンゴル人の力を借りて自分の領土を増やした上でチェコリトアニアドイツ騎士団と同盟を結び反モンゴル政策を鮮明にした。 ハール・イチ・ボル・イーニ大公国では、君主の力が弱く、ボヤーレと呼ばれた貴族の影響力が非常に強かったため、国家は常に内乱に陥りやすい状態にあった。1340年に大公長が耐えると、貴族は一時的に国を支配するようになったが、隣国の圧力に対して、うまくこうすることができなかった。その後、ハール・イチ・ボル・イーニ大公国は、 ポーランド王国とリトアニアの諸公の軍勢によって侵略され分割された。領土の貴族問題は半世紀にわたって東ヨーロッパ情勢の不安定要因だったが1392年最終的にハールイチ公国はポーランド王国領となりボルイーニ公国はリトアニアの支配下に置かれた。ハールイチボルイーニ大公国の歴史を復元するためには その対抗国と他国の年代記、対抗、貴族の発給文章、それに考古学の発掘調査の成果などが用いられる。11世紀以前のハルイチナートボルイーニの歴史は、粒子年代記において紹介されており、1117年から1199年の期間は、キエフ年代記で取り上げられている。1205年から1259年の歴史は、 ハール・イチ・ボルイーに年代記が扱っている。後者の年代記は、東大広告を研究する上で一番重要な資料とされている。他国の主な資料の中では、ガルス・アノニムス、ヴィンツェンティ・カ・ドーベク、ヤン・ドー・ゴシュが書いた、ポーランドの年代記、ハンガリーのクロニコン・ピクトム、ドイツのティート・マルフォン・メルゼーブルクの年代記と、ドイツ騎士団の古文書などが存在する。また、 ハール・イチ・ボルイーニに関する不可欠な資料としては、ローマ法王側の記録、特にプラノ・カルピニの報告書も重視されている。現存している、発給文書の数は少ない。13世紀の文書は主に、ハール・イチ・ボルイーニ年代記に書き込まれているが、残りの14世紀の文書は1907年に、出版されたコレクションの中で収集されている。ハール・イチ・ボルイーニに関する、 初の学術的考察は18世紀末、オーストリアの歴史学者、エル・ゲプハルト、アール・ホッペ、ゼーエン・ゲリによって行われた。1863年、リビウ大学教授、アイ・シャルネービチは、初めて、古代から1435年までに、ハール・イチ・ボルイーニのルーシの歴史という本格的な研究を表した。彼の仕事は、エス・スミルノフ・エビエリオブスキー・エレビツキなどの、 オーストリア側の研究者が受け継いだ。19世紀において、旧ハールイチボルイーニの領土は、オーストリア帝国とロシア帝国の間に分割されていたため、オーストリアの学者はハールイチ地方を中心に、ロシアの学者はボルイーニ地方を中心に研究を進めていた。その研究は、ハールイチボルイーニの政治史を明らかにするという目的で行われていたが、一方、 両国が有する領土支配権を正当化して、隣国の領土を要求するための政治的道具として利用されていたこともあった。20世紀前半は、ハール・イチボル・イーニ地方は、ポーランド領となったが、ハール・イチボル・イーニ大公国についての研究は衰退してきた。その主な理由は、ウクライナ分離主義運動を恐れていたポーランド政府は、大公国を運動のシンボルの一つとしてみなして、 いたからである。1939年、ソ連は、西ウクライナを奪い返したことによって、ソ連の歴史学者の間で、ハール・イチ・ボルイーニは大人気のテーマとなった。ビーグレイコフ、V ・ピチェタ、V ・パジュトの著作では、社会経済史の新しい視点から、ハール・イチ・ボルイーニの過去が見直された。19世紀の学者の政治史の研究成果と、20世紀の 学者の社会経済史の研究成果は、1984年、アイ・クルイプやケービチの学術論文において、統合された。ハール・イチ・ボルイーニ大公国は12世紀末、ハール・イチとボルイーニの両公国の統合によって、作られた大公国であった。その大公国の領土は、シャンカワ、ドニステル・川上流及びブク川の広い地域に、また上がっていた。大公国の本領は、 東のトゥーロフ・ピンスク公国とキエフ公国、南のベルラードとジョチウルス、西のハンガリー王国とポーランド王国、北のドイツ騎士団、リトアニアとポロック公国と接していた。ハール・イチ・ボルイーニでは、プリペアチ川の諸子流は、東の境、ボジ川、プルト川、セレト川の上流は、南の境、カルパチア・山脈、シャン川とウェプル川の下岸地域は、 西の境を成していた。それに対して、北の境ははっきりと定められていたことなく、リトアニアの部族との戦争成果に応じて、進退したりしていた。ハールイチボルイーニ大公国は、南のハールイチ公国と北のボルイーニ公国という二つ、中央の公国から成り立っていた。その両公国の境界線は、ハールイチ側の町であるヤロスラウリビウズベヌイホロド、テレボビリと ボルイーニ側川の町であるステーシュクベルズ・クレメテツとの間に置かれていた。両広国はいくつかの文広国に分かれ、その文広国は中央の広国に属し、大公たちの子息あるいは在地の公たちによって治められていた。公式的にボルイーニ広国はその首都であるボロディームイルにちなんでボロディームイル広国と呼ばれ、13世紀初頭までは 全ボルイーニ地方を支配していた。しかし13世紀以降、その広告は大公たちの子息の家徳分配と貴族争いによって文広告に分かれた。中央の広告は相変わらずボロディームイルの口座を中心としたボロディームイル広告に残っていたが、その東はルーチクを口座とするルーチック広告、南はベルズを口座とするベルズ広告。 西はホルムを口座とするホルム広告、北はベレスチャを口座とするベレスチャ広告が存在していた。さらに、夫の文広告内にはより小さな広告あるいは領地があったが、詳細ははっきりしていない。ハール1の地方もボルギニと同様に文広告から成り立っていた。それは、中央の広告はハール1を口座とする ハールイチ広告、北のズベヌイホロドを講座とするズベヌイホロド広告、西のペレームイシュリを講座とするペレームイシュリ広告、そして東のテレボビリを講座とするテレボビリ広告であった。それに加えて、ドニステル川の中流地域も自治権を保っている領地が存在し、それはハールイチ広告に侵入していた。ハールイチの書分け広告は13世紀半ばまで、 存在したが、それ以降は、ダヌイーロ大公が統一した、ハールチ広国の中で融合された。13世紀後半になると、ハールチボルイーニの大公たちは、中央政権を強めると意図し、残りの文広国を廃止し、その代わりに、州を設置した。14世紀において、広国という名称は、ハールチとボルイーニしか使わなかったのである。 ハール・イチ・ボルイーニの人口に関する資料は非常に少なく人口を推算することは困難である。ハール・イチ・ボルイーニ年代記によれば、大公たちは国勢調査を行っていたという記録があるが、具体的な数字はない。人口構成を復元するためには文献に出くる都市の目録がしばしば使用されているが、そういった目録は不十分な点が多くある。 ハール・イチ・ボル・イーニの人口は自然増加のほかにモンゴル人の支配下に置かれていたルーシの難民と隣国で捕虜として取った町民、農民の強制的移住のおかげで人口的に増加していた。地資学の研究によれば対抗国の主な民族は現代のウクライナ人の直接の祖先にあたるルーシ人であったが、それらと共に少数派のポーランド人、リトアニア人、 クマン人が共存していた。また大公国の都市では、ドイツ、アルメニア、クリミアの商工業者の共同体も活躍していた。日本語、キリル文字ラテン文字。ありがとうございます。